特定スクール s l s がおく失礼文法。本日の問題はこちら10秒間でお願いいたします。さあ正解はまあ A か B ですよね。じゃあ C とか D とかはなぜダメなのか。もちろん空虚の左側変圧。ヘ 動詞がありますから、自動詞なのか、他動詞なのか、考えましたね。そうです。うんたらかんたら、おー、持っている。という他動詞なんですから、後ろは目的語。つまり、名詞が必要。で、その観点から選択肢の C。FUL で割っておりますので、形容詞。で、選択肢の D は、前置プラス名詞でございますので、M。つまり、就職語。一方、選択肢の A と B であれば、目的語が存在しております。で、あとはどっちにすんのかなと思うんですが、空所の右側。 このトゥーフ停止を説明する手段として OK なのはそう考えれば一発ですねもちろん正解は A そうです一頭置けば後ろトゥーフ停止、まあ、ざっと説とかを指すそんな一頭がありましたね、まあ、今回は目的語の1置に置いておりますので仮目的語もしくは形式目的語、まあ、名前はどっちでもいいんですがそこにピンとくるかどうかを試すいい問題でございましたで選択肢の A 屈指の左側、ハブと合わせてこんな熟語。目的を持ってる。しかもそれは頭の中に。というふうに直訳していただけるといけそうですね。で、あとはこれを踏まえて先頭をご覧ください。私は念頭に置いていました。で、具体的な内容がトゥーフテイシーかいくつかの注釈を改めよう。で、どこでと言われたら1行目から2行目。新しい半。で、自身の著作の新しい半。その中でいくつか注釈を改めよう。そういうことを念頭に置いていました。 そんな感じでよろしいかと思います。では、画面を書き換えますね。さあ、復習しやすいような画面に書き換えました。スクリーンショットする方はどうぞ。であとは画面の右側ですね。皆さんの指などで隠していただいて。で、周り一番に入る動く。それすらすら言えるよう活用なさっていただけますと幸いです。ということで、チャンネル登録もよろしくお願いします。